ひほまえよ。他に用はいかがかしら。どうするの。他に用。お買い上げ。毎度あり。おかえり。毎度あり。お買い上げかし。毎度あり。おかえり。毎度あり。おかえり。毎度あり。ほか、ありがとうございいつき。どうしました。え。実はいつきに探してきてほしいものがあるの。これ見てちょうだい。へえ。キリアさんって感想は求めていないわ。ごめんなさい、ゲン様。いえ、このマスコットを探してきてほしいの。この間大玉に収録に行った時に落としてしまったみたいなの。頼める。わかりました、探してみます。助かるわ。画像送っておくわね。見つけたら連絡をちょうだい。よろしく頼むわ。
翼ならこういうの直せるかな。お疲れ様。私に何かご用かしら。綾葉さんが裁縫得意だって聞いたんで、これ直してもらえませんか。これは樹くん、これは君が自分で直すのがいいんじゃない。え、なんとなくだけどそっちの方がいいと思うな、私は。ほう、大丈夫。私が責任を持って教えてあげるから。ちょっと道具取ってくるわね。どうでしょう。なかなか味があっていいじゃない。さ、早速渡してきてあげたら。あれ、渡してきたらってどうして俺のじゃないって分かったんですか。女の勘ってことで一つ。ああ、とにかく渡してきます。ありがとうございました。お疲れ様、いつき。ありがとう、助かったわ。いえ。どうしたの。最初からこんな感じですよね。源様、いつきが直してくれたの。ごめんなさい、勝手なことをしちゃって。別に迷惑じゃない。ねえ、いつき、私次のライブで歌う新曲がうまくいってなくてちょっと悩んでたんだ。源様のことも気になってたし。だけどあなたが源様を見つけてくれて直してくれた。これを握っていると不思議な気持ちが湧き上がってくる。この気持ちを歌に乗せればきっと。
いつき、次のライブ絶対見に来なさい。一味違うステージを見せてあげる。見てるだけじゃなくて話しかけないとだよ。後ろから見ているだけじゃダメなの？ちゃんと向かい合ってお話しした方が楽しいよ。あなたもそう思う？できれば顔を見ながら話したいかな。わかったわ。サーリャは呪術師のミラージュなの。ちょっと変わってるけど、魔法を使わせたら誰にも負けないんだから。キリアさんのミラージュだっけ？ええ。俺は葵いつき。よろしく。よろしく。俺の顔に何か？時々キリアがあなたの話をしてくるから少し気になっただけ。キリアさんは？期待しているわ。キリアを助けてあげて。あの子はたまに危なっかしいから。俺がキリアさんに助けられることならあるだろうけど、逆はあるのかな。頼んだから。あ、サーリャがあんなに話すなんて珍しいんだよ。お兄ちゃん普段はすごく無口なんだから。そうなんだ。うん、きっとサーリャもいつきお兄ちゃんに興味津々なんだと思う。これからも時々話しに来てあげてね。カルネージ新しい。どんな、他にご用は？駆け上がるわよ、スターダム。その人形、以前よりも大事にしているように見えるのは気のせいよ。少女みたいにはしゃいじゃって。一応可愛いところもあるのね。うるさい。
トピック見たか？すごい反響だったぞ。今日の確かに今日のはすごかったな。ないない。でも今日のキリア、お待たせ。お疲れ様です。ねえ、どうだった今日のライブ？前回よりも良かったです。一味違うってその通りでした。そうかもね。あのね、今日のライブうまくいったのは五木が源様そう言ってもらえると俺も嬉しい。ねえ五木、そのあんなものを持ち歩いている私、似合ってないっていうか、そのキリアさんに言うのもなんですけど、こういうのが好きなキリアさんも可愛いと思いました。え、それにあのマスコット、なんだか不器用な感じがちょっとキリアさんに似てるなって。すみません。あんなの別に好きじゃない。形見。形見？別にいいでしょ。それじゃあ打ち合わせ。いつき、そろそろショーの時間だぜ。早くライガに会いに行こう。今さらだけど、ライガって何？なんだけ話したのに覚えてねえのかよ。ヒーローだよ、ヒーロー。俺が愛してやまない特撮ヒーロー。ああ、今度ライガのオーディションがあるんだ。ショーじゃなくてテレビの方の。だからこれ見て気分を上げておきたいんだ。気合入ってるな。当たり前だろ。俺がこの世界に入ったのは
ヒーローになるためだからな。稲妻の力まとい正義の牙が悪のバルハラ製薬の野望を打ち砕く、その名も始まるみたいだ。お、稲妻の力まとうし正義の牙が悪のバルハラ製薬の野望を打ち砕く、その名もマスカレイダーライガー、ライトニングシステムコンディショングリーン、ブーストアップ食らえ、うわー、みんなの応援のおかげでゲノム怪人を倒せたぞ、ありがとう。あー、やっぱりライガーはかっこいいな。そうだろう、イツキ。なんか、うん、こういうのよくわからない。そういえばお前と見に来るのは初めてだもんな。ま、3回目くらいからじわじわ来るさ。今にお前もこうな、マスカレイダーライガーってな。邪魔なんですけど。バッカじゃないの、いい年こいてさ。で、お前誰だ。別に誰でもいいだろ。こんな作り物にマジになってバカじゃないの。じゃあなんでお前はショー見に来たんだよ。お前だって好きなんじゃねえのかよ。全然、こんなのただの暇つぶし。だいたいさ、うざいんだよね、友情とか正義とか勝利とかさ、そんなの全部話の中だけの作り物だって。な、ヒーローだってさ、いるわけないじゃん。あんたもいい加減大人になれば。なあ、お前どうしてそんなやさぐれちゃってんの。よかったらお兄さんに。別にいいだろ、あんたたちには関係ないし。さ、だったら今度テレビ見てくれよ。俺新ヒーローとして登場するからよ。どうでもいい。どうしてあんな嘘を。まだオーディション受かったわけじゃないだろ。あいつの寂しそうな顔見てたらなんだか放っておけなくてさ。子供たちを笑顔にする、それがヒーローってやつだろ。とはいえ、えらいことを口走ってしまった。だったらオーディション何としても受からないと。ああ、何が何でも押し通るぜ。そこで一つ頼みがあるんだ、修行に付き合ってくれないか。まだまだアクションのキレに不安があるんだ、オーディションまでに仕上げておきたい。しょうがない、トーマを嘘つきにはできないし。オンに切るぜイツキ。それじゃあ修行のプラン考えておくぜ。おお、こんにちは。
やあやあ。着いたな。よっしゃ、それじゃ早速始め。俺には今一つ分からん。お前がヒーローという肩書きに固執する理由が、英雄というのは行為の結果としてあるものだろう。それを目指すというのは。見てろって、俺が教えてやっからよ、熱いヒーロー魂ってやつだな。まあ、お前が修練を積みたいというなら反対する理由。おう、行くぜ、カイン。俺が力になる、行くぞ。の力を見せるぞ。ああ、それいけそう。とどろけ、ここか。ついてこられるわね。フィニッシュ。お疲れ、みんな。敵が現れたぞ。せい。余裕余裕。やった。うせい。まずは俺この一撃で。俺たちの力を見せるぞ。ああ。いけるわ。見切った。やった。俺から行くぜ。行くやらん。繋いであげる。大成功。なんだか照れくさいな。これはミラージュの気配。せい。やった。そりゃ準備はいい？呪いの準備なら万全よ。耐えられるかしら。手応えがない。この戦場駆け抜けるぞ。おセッション、いける。弱点発見。ついてきて。俺たちの勝ちだ。俺たちの敵じゃねえな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。やったな。うん。敵が現れたぞ。やっ、修成功。行こう。この槍さばきに刮目しな。どうや、俺の槍はざっとこんなもんや。熱い戦いだったぜ。気をつけろ。てな。すま、強敵だぞ。戦闘開始だ、クロム。了解だ。ここは逃げよう。
敵だ。一気に決めろ。やれるのか、俺に。よし、とどろけ。これだな。私に続きなさい。終わりにしてあげるわ。やるじゃん。いつでもいいぞ。始めよう。こいつで最後だ。俺の活躍最高だったろ。どうだトーマ、もうかなりの数を倒したと思うんだけど。ああ、なんか掴めた気がする。キレのあるアクションとは、素早い足運び、テンポ、呼吸、そして思い切りだ。これでバッチリだぜ。気をつけろ。ひとまずは安全か。レディアントパフォーマーが次はどうしよう。これからも俺は突っ走るぜ。
いよいよ選考会だな。ああ、緊張してきた。これに受かれば、晴れてお前はヒーローとしてテレビとやら。おお、見てろよ。お前にヒーロー魂ってやつを教えてやり。まあ、楽しみにしてるぞ。修行の成果。ああ、応援よろしくな。ライトニングシステムコンディショングリーン、エレベースト。いやあ、ちょっと。ダメ。なかなか華々しかったな。主に散り際が。な、すげえだろ。かっこいいだろ。わかるかな。わかってくれるかな。ライガーキック食らった時ののけぞり。もし全日本のけぞり選手権があったら、ベスト4には残れそうなこの見事なのけぞり。顔出ちゃってたけどね。番組のオーディションは落ちちゃったし、代わりに決まったのがヒーロー賞。それも怪人役だったとはな。でも今回の怪人役、監督の紹介だったんだろ。経験積んでこいって。そんなに捨てたものじゃないと思うけど。だがしかし、だがしかしだ。やーい、嘘つき。そりゃもうさ、今度あの子に会ったら誠心誠意謝るしかないよな。思うようにいかないのが人生ってやつだ。これを糧に鍛錬あるのみだな。そうだよな。そうだぜ。俺のヒーロー伝説はこれから始まるんだ。その息だ、トーマ。そしていつの日か俺に本当のヒーロー魂を見せてくれ。ああ。出られないか。ね、様子を見てきてほしい人は、チキは俺の嫁 P、 縮めてチキ嫁 P っていう名前なんだけど。嫁いだの？違うよ。これはハンドルネーム、ニックネームみたいなもの。歌ロソフトチキを使って作曲してる人で、ファンの間では。どうだったんだ。でもね、最近曲を作ってないみたいなの。チキ嫁 P の曲、私も楽しみにしてたから、急に曲を作らなくなっちゃった。わかった。その P っていう人を探してくればいいんだね。うん、ありがとうお兄ちゃん、よろしくね。チキ嫁 P はチキのシールが貼られたノートパソコンを使って、いつもカフェで作曲してるって噂だよ。カフェか。うん、とにかく行ってみるよ。
式のシールが貼られたノートパソコン。いないな。マジマジマジなんだって。あれは絶対月嫁さんだったって。お、あの人たちは。ありえねえだろう、人が目の前で消えちゃうなんて。いつき。ああ、人が。俺見たんだって、月嫁 P が106の近くを眠そうな目して歩いててさ、急に消えたんだよ。こうぐにゃって。あれ絶対神隠しってやつだよ。いいからそういうの。ああ、月嫁さん引退しちゃったのかな。クロム、どう思う。まだ断定はできない。だが106神隠し。行ってみよう。106のヒドラスフィアか。どうだクロム、何か感じないか。かすかに人間のパフォーマーを感じる。どうした。わからないが、それとは別に強力な気配を感じる。用心するに越したことはないな。行こうクロム。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。敵だ、一気に決めろ。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。てはっ。はっ。てはっ。
敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。やっ、ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。俺が力になる。行くぞ。よかった、人だ。あの、そのノートパソコン、もしかして君が？はい、そうですが。まさか女の子だったなんて。俺の嫁なんて言うからてっきり。それでもチキは俺の嫁です。私の愛は性別も次元も乗り越える。ああ、はい。あの、声が聞こえたんです。私のことをそれで気づいたら、こんなへんてこなところに。ここから安全な場所まで行けるか。安全な場所、つまりここは逆説的に危険。そうだね。ああ、やはりここは危険な場所だったんです。不安だったら案内するけど。それには及びません。来たんだから帰れるのは道理です。うん、助けてくれてありがとうございます。名も知らぬ親切な人。なんか変わった子だったな。クロム。いや、ここに来る途中妙な気配を感じたんだ。どうやら気のせいだったよ。どうしたんだろう。とにかくブルームパレスに行ってみ。敵の気配は消えたようだ。アルネージーフォーム。ダメだ。わっ、あれ、お兄ちゃん、違うの、これは、そういうわけじゃなくて。一体何をやってたんだ？あのね、
笑わない？笑わないよ。絶対だよ。あのね、カルネージフォームになる練習をしてたの。どういうこと？私もみんなみたいにカルネージフォームになれれば一緒に戦える、チキヨメ P を助けに行けるって思ったの。チキヨメ P の歌聞いてると元気になれるんだ。だから恩返しがしたくて。チキ、あのね、私も一緒に戦いたい。お兄ちゃんたちの本当の仲間になりたい。チキ、もう俺たちは一緒に戦ってるよ。え？俺には俺にしかできないことがあるし、チキにはチキにしかできないことがある。それを補い合えるのが本当の仲間だと思うよ。本当に？私ちゃんとお兄ちゃんたちの役に立てて。ああ、チキはここでちゃんと戦って。うん、だからカルネージフォームになんかならなくてもいいんだよ。そっか、そうだ。うん、私は私にやれることを精一杯頑張るよ。ありがとうお兄ちゃん。パフォーマーが、他にご用、パフォーマーが、
ワン、ツー、スリー、はい、休憩です。お疲れ様、いつきくん。すごい気合入ってるね、翼。俺はついていくのがやっとだよ。曲が決まったら、なんだかやるぞーって気分になっちゃって。もうレッスンはおしまい。キリアさん、どうしてここに。特別にレッスンのコーチを引き受けたのよ。スパルタ式で行くけど、覚悟はいい？はい、キリアさんがコーチならスパルタ式でも何でも大歓迎です。いつきも覚悟はできてる？え、俺もですか？当然よ。それじゃあ始めるわよ、二人とも。はい、キリアさん、ビシビシ愛の鞭をお願いします。よろしくお願いします。いつき、何読んでんだ？何何？モデル失踪事件の謎？ああ、ちょっと気になって。モデル失踪ね。というか、お前がこういう記事読むなんて珍しいな。見出しが目に入ったんだ。もともとはこの前の106のライブの記事を読んでたんだけど。お、翼ちゃんのことも出てるじゃん。こうやって雑誌とか街で流れる PV で翼ちゃん見ると、本当にアイドルになったんだなって思うよな。ま、デビュー曲が綾葉さんに聴かせた曲で、 PV が106での翼ちゃん大活躍ってのはちょっとできすぎな感じもするけどね。舞子さん、どこまで計算してたのかな。自分だって危なかったはずなのに。動画撮る余裕あったのかよって感じだよな。手際がいいっつーか、機転が利くっつーか。まあクラスの連中には、あの PV の出来よりも翼ちゃんのアイドルデビューの方が衝撃的だったみたいだけどな。翼、休み時間のたびにみんなに囲まれてたしね。ほんと翼ちゃん頑張ってるよな。今日もレッスン場にいるはずだぜ。たまには見に行ってやれよ。お前がいると翼ちゃんは5割増しでやる気を出すからな。そうなのかな。
そうなんだよ。言って励ましくらい言ってやれ。わかった。うん、そうしとけ。いらっしゃいませ。いらっしゃいほー。ひごまへようこそ。店員さんだな。ヒホー、オイラに話しかけたってことは、オイラの姿、君はひょっとしてミラージュマスターなのか。どうしてそれを。ヒホー、マスターである君にはオイラ異世界の敵と戦うヒーローたちのマストアイテムなんだほー。他に用意。
ダンス体で覚えろ。頭で考えてたら歌が歌えません。はい。ステップ。今日はここまでです。いつきくん、調子はどう？いい感じだよ。お姉ちゃんのことが解決したらなんだかすっきりしちゃって、今は歌うことも踊ることもすっごく楽しいの。以前よりも翼はベターになっています。ディア魔女イロハで言うと第7話目くらいの感じです。その例えはよくわかりません。シッ、うん、しかし今の翼ならいけるでしょう。おお、オーマイガー、忘れてました。あさってはゲーム版ディア魔女の発売日。店舗特典には私を呼んでいる。急いで列に並ばなければ。ライトンビッグウェーブ。私、褒められたってことかな。そうだと思う。終わったか。あ、はい、すま。え、つ、剣社、本物？誰？俺の問いに答えるのが先じゃない。ああ、そうだった、すみません。レッスンならちょうど終わったところです。レッスン？俺にはただの遊びに見えたが。言い過ぎじゃないですか。翼は一生懸命やってます。うん、俺はただ感想を言っただけだ。まあいい、稽古の邪魔だ。戯れなら別の場所でやる。ここはプロが修練する場所。素人？素人って、少なくとも翼はフォルトナエンタテイメントに所属するアイドルだよ。フォルトナ？お前もフォルトナの人間なのか。なんだいきなり。答えろ。そうだよ、一応フォルトナに所属といってもタレントとか歌手ってわけじゃないけど。よくわからない男だなお前は。こっちにはこっちの事情があるんだ。そうだな。もう行こう、樹くん。剣さんの邪魔しちゃダメだよ。うん、待て。私ですか？いえ、会ったことないと思いますけど。テレビの前。まあいい、もう行っていいぞ。はい。びっくりした。樹くん、なんだか険悪な雰囲気になるんだもん。先に突っかかってきたのはあっちだよ。そっか。合同ライブの時はミラージュのせいで見れなかったけど、剣社さんが今主演してるドラマ「ラブラビリンス」は今季一の人気で、しかも主題歌も歌ってる。歌手としてはヒットチャートの常連、俳優としては視聴率のプリンスって呼ばれてるくらいすごい人だよ。それでも嫌なやつだ。でも
そこまで言うんだったら見てみたかったかな、ライブ。ふふふ、じゃじゃーん。マイコさんからもらったんだ、いつきくん。ミラージュマスター、それに芸能人としてやっていくのならいいものにはたくさん触れるべきだって。マイコさん太っ腹だね。一緒に見に行こうね。って、いけない、私事務所に呼ばれてたんだった。君も芸能人？あ、はい、そうです。ということは、守り先輩って呼んだ方がいいのかな？いえ、守りでいいので、その…ああ、もちろん。よかったら、守りのことをもう少しを。私はレンチンアイドル守りっていう番組に出てるんですけど。ごめん、あまりテレビは見ないんだ。そうなんですか。ああ、でも守りが出てるならこれからは見る。ありがとうございます、いつきさん。見たら感想を教えてくだ。あとはですね、私実は歌謡曲が好きで、歌手志望というか。すごいじゃないか。そんな全然すごくないです。 CD デビューしてるって言っても、でも歌手を諦めたわけじゃないですよ。歌のお仕事いただけるように私もっともっと頑張ります。うん、応援してるよ。はい、ありがとうございます。あ、いつきくん、聞いて聞いて、翼ちゃんがこれ。翼、緊張？緊張してるよ。だって、なんのでモデルのおし。なんの？確か有名なファッション誌だよね。すごいじゃない。フィールが好評だったからね。大手出版社から問い合わせ殺到だっての。そしたらもう乗るしかないでしょ。大丈夫、誰でもみんな初めて、初心者ですが何かって顔していけばいいのよ。そんなこと言われましても。歌のお仕事ならともかく、お洋服のモデルなんて。翼ならどんな服でも似合うと思う。だからそんな恥ずかしがらないでも。そうかな。いつきくんがそう思ってくれるのは嬉しいんだけど。そうだよ、ほら翼ってスタイルもいいし。ダメ、そういうこと言っちゃダメ。でも翼ならなんだかんだでしっかりやれると俺は思う。マイコさんもそう思ったから仕事取ってきたんじゃない？あ、そうだね。うん、私頑張るよ。応援してる。ありがとう、みつきくん。お
かげで目が覚めたよ。ちなみに今回の撮影には翼ちゃんだけじゃなくて他のタレントも来るわよ。撮影してくれるカメラマンは腕利きだからきっといい写真が撮れるわ。それじゃ初のモデル撮影頑張ってきな。はい。それにしても撮影するカメラマンはあの人か。舞子さん、そのカメラマンのことを知って？ええ、堀野沢信、業界では有名なカメラマンよ。女性の最も美しい瞬間と角度を捉え、その魅力を最大限に発揮できる素晴らしい才能を持ったマスラオなんて書き立てるマスコミもいるけど、私に言わせればモデルが良かっただけに。モデルですか？ええ、実は私昔モデルやってたのよ。ファッション。そうなんですか。ええ、その頃に何度か堀野沢と組んで仕事したけど、何よりちょっと上くらい。まあさすがに今はあの頃より腕上げて一流になってるのかもしれないけどね。一流？そんなにいいカメラマンだったらどうして舞子さんさっき浮かない顔してたんですか？浮かない顔？やった樹くん、そんな顔してないわよ。あ、そういえば。ん？どうしたの？実は雑誌に気になる記事があったの。どんな内容だったの？どうも最近モデルの失踪事件が続いてるらしい。確かにミラージュ絡みの可能性があるわね。わかった、コネを使ってちょっと探りを入れる。お願いします。となると翼ちゃんがちょっと心配ね。樹くん、ボディーガードってことで翼ちゃんはダイバーテレビ本社ビル、大玉展望台があるビルね、そこのスタジオで撮影してるわ。わかりました。じゃあ翼ちゃんのこと頼んだわね。なんだ？バルカナ製薬の野望を阻止するクールなヒーローの活躍、マスカレーダーライダー、日曜朝8時より絶賛放送中。
にちは。おや、君は地下106で。あ、畑中さん。そうか、やっぱり君とは106で会ってたんだな。青井いつきです。青井くんね。君は、あ、僕はどうにもあの時の記憶が曖昧で、何か奇妙な場所をさまよっていた。だが、それは夢だったような気もする。正直、君とどうやって出会ったのかもはっきり覚えていないんだ。思い出そうとすると頭が…それ…お、いつき、ここにいたのか。俺の方も仕事が早く終わったからさ、翼ちゃんのこと見に撮影スタジオに行ってきたんだ。あれ、畑中さんじゃないですか。こんちはっす。おお、君も106が変になった時いたよね。すみません、畑中さん。俺、こいつ連れて急いで行かないといけないと。畑中さん。ああ。畑中さん、イドラスフィアのことかなり。マジか。変に深入りしてこないことを祈りたいな。下手にミラージュに絡むのは危険だ。そうだね。あ、そうだ、翼ちゃんの撮影のことなんだけどさ、なんかトラブルがあったらしくて撮影は中止になったらしいぜ。トラブルって、まさかミラ…いや、撮影されてたモデルの子たちみんな何事もなく帰っていってた。カメラマンの堀野沢さん、すっげえ怒っててさ。翼ちゃん大丈夫かな。おい、見ろよ、いつき。噂をすれば。じゃあな。あの人がカメラマン。てか、いつきはなんでミラージュ絡みだと思ったんだ。ほら、前にコンビニで立ち読みした雑誌にモデルが失踪する事件が数件起きてるってあった。ああ、あの時の記事か。ミラージュ絡みって確証はないけど、なんだか引っかかって。で、それを舞子さんに話したら、ボディーガード代わりに翼のところに行くことになったんだ。まあ、ボディーガード必要じゃなかったみたいだけど。だな。さて、目的は空振りに終わったし、俺はこの辺を少しブラブラして帰るよ。
翼。どうかした？ちょっと今日の撮影うまくいかなくて、カメラマンさん怒って帰っちゃったの。失敗は誰にでもあるよ。今回のことを糧にできる。うん、悩みとかあったら聞くから遠慮しないで。話すだけでも何かつかめるかもしれないし。ありがとう、いつきくん。あと少しなら愚痴も聞くよ。愚痴は少しだけなんだ。ああ、それは少しだけ。うん、今回失敗したんだったら次は失敗しないように頑張るしかないもんね。アイドルになったんだから、これからはもっと厳しいことがきっとたくさんある。でも全部乗り越えてこそ本当のアイドルになれるんだから。撮影はまた後日やり直すらしいし、その時はもっと頑張るよ。後日やり直す？どうしたの、いつきくん。いや、その撮影をしているカメラマン堀野沢に不穏な噂があって。不穏な噂？ああ、舞子さんから聞いたんだけど、堀野沢に撮影されたモデルが何人か行方。まさかミラージュ？渋谷が大変なことになってて。渋谷で？渋谷の人たちがなんか変なんです。変？どんな風に？どうしたかみんな元気がなくて。それ守り、落ち着いて。まだ昼なのに夜みたいに暗い感じでどんよりしてて。私、守りに何もなくてよか。状況がはっきりしないけど、とりあえず渋谷に行ってみよう。うん、危ないから守りはここ。わかりました堀野沢ノブ。マイコ、ようやくまた俺に。と信じたくなかったけど、やっぱりあんたが消した人たちを元に戻しなさい。無造無造のことなど知ったことか。俺は取りたいものをお前を取るだけだ。見たものを引きつける快感を、輝くお前自身を俺が思い。あんた、マイコ。待て！エンターテインメント所属のアイドル、織部翼のデビューシングル「ピーナ」。
ラマンさん、多分この中で。行こう、マイコさんを。たこのイドラスフィア、私が。バカなこと言ってないで、マイコを探すわよ。初めて見るぜ。やってみねえと、やってみねえとわからねえ。うわっ、じゃあ俺から行く。ねえ、とどめ。こんな敵いたかしら。どうかしら、耐えられるかしら。そう、これがいいの。初めて見るやつだ、慎重に行こう。一か八か、クローム直伝だ。油断するなよ、トム。わかってるって。やってみねえとわからねえな。やけどするぜ。猛牛爆心。俺から行く。やった。時間が押すわね。終わりよ。手応えもない。いいライブだったわ。私の技術、キリアだけに。
イツキ、近いぞ。敵の気配は消えたよ。いきなりか。カイ、俺に力を貸してくれ。任せろ。しびれる舞台にしてやるよ。始めよう。俺たちの勝ちだ。この調子でガンガン行こうぜ。やっ。気をつけろ。戦いは回避できたか。回避できたか。いきなりか。敵、ここはミラージュの気配。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。ひとまずは安全か。敵の気配は消えたようだ。回避できたか。せい。敵だ、一気に決めろ。てあ。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。やっ。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。よし、クローム直伝だ。ここか。一番やり。スクエラー。グッ。やったわ。うわ。俺の力、解放可能だ。ありがとうよ、カイン。うや、やり。サリア、準備はいい？呪いの準備なら万全。終わりよ。これね。いいウォームアップだったわ。
とまずは安全か。いつき、近い。戦いは決め、いきなりか。やっ敵だ、一気に決めろ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。はっ！はっ！はっ！やっ！ひとまずは安全か。